今朝、上川の美瑛町の国道で乗用車がバイクに衝突し、バイクに乗っていた70代の男性が死亡しました。事故があったのは美瑛町大村の国道237号線です。今日午前7時過ぎ、旭川から富良野に向かって走っていた乗用車が同じ方向に走っていたバイクに衝突しました。この事故でバイクに乗っていた70代の男性が意識不明の状態で病院に運ばれ、その後死亡が確認されました。警察によりますと、道路の左端に止まっていたバイクが走り出したところ、後ろから来た乗用車が衝突したということです。現場は片側1車線の緩やかな下りの直線道路で、警察は男性の身元の特定を進めるとともに、事故の詳しい原因を調べています。